があったんですけど、まあ残り試合ですね、まあ全勝してもまあ残留圏内には届かないんですが、まあまあ今このままでいくと本当にクラブライセンスなどいろいろあったりするんで、まあ危機的状況にこのクラブが陥っていることは本当間違いなくあるんですよ。でまあ本当にクラブに対しては、まあ、こんな状況になってもこれだけのサポーターが集まっていることを本当重く受け止めてほしいし、まあ、何より俺たちはまずその自分たちのチームに対する愛情をやっぱ90分間でやっぱ表現しなきゃいけないと思うんで、まあ、本当勝ち負けも大事なんですけど、まあ、残り試合本当に危機感を持ってやってほしいのと、まあ、あと90分間に対しては別にもう楽しむもよし、好きな選手いるからその人のために応援するもよし、勝ちたいから応援するもよし、自分たちの愛情を表現するのもよし、ベクトルはやっぱりこのチームをコントロール札幌っていうクラブを愛してるってことはみんな変わりや